はい、両国ピーターパン2016世界で一番暑い夏まであと10日となりました。チケットの方はですね、ドラマティックドリームシート、アリーナ席、そしてマス席 ABC が完売となっておりまして、残るが、2階席のみとなっております。2階席 A も完売間近となっておりますので、まだお買い求めでない方は早めに、お買い求めいただきたいと思っております。そしてですね、両国大会にですね、ゲストで、来ていただける方が決定いたしました。11月6日の DDT フェスに参加が決定しております、ダンスロックユニットディッシュさん、ディッシュさんのメンバーが何人か両国に来ていただきまして、毎年恒例の T シャツバズーカを担当していただくことになりましたので、弟子さんのファンの方もぜひ、両国に来ていただけたらなと思っております。あとですね、両国で開催予定のアイアンマン、バトルロイヤルなんですが、昨日の時点で、ジョイ・ライアンがチャンピオンとなっております。このままライアンがチャンピオンであればライアンをチャンピオンとして、両国でアイアンマンバトルロイヤルを開催する予定なんですが、まだまだ動きそうな気配でありますので、そちらの方もぜひご注目いただきたいと思います。はい、それでは、まずは世界ジュニアヘビー級選手権試合、こちらの会見に入りたいと思います。はい、それでは世界ジュニアヘビー級選手権試合、挑戦者の高尾相馬選手から一言お願いいたします。はい、まあ、世界ジュニアヘビー級のタイトルは両国で決まったんですけども、まあ、自分は全日本プロレスさんの方に、まあ、約3年間くらい出させてもらってるんですが、このベルトには縁がなく、まあ、一度も挑戦というものができていなかったんですけども、まあ、本当はやっぱ出始めの頃からこのベルトがずっと欲しいというのはやっぱ正直ありまして、まあ、やっぱ伝統あるベルトでもありますし、ジュニアヘビー級の象徴でもあるこのベルト、まあ、欲しいと思う。ようやくチャンスを掴んだんですけれども、まあ、チームドリフにいた頃、自分はやっぱ声を前にこう出して何かを言うっていうことを正直していなかったのかなっていうのが自分でもあります。やっぱで、このユニットを解散して、まあ、これから動いていこうと思い、ずっと欲しいということを言い続け、このベルトへの挑戦が決まりました。まあ、王者も、佐藤光さんということで、まあ、全日本プロレスとジュニアリーグでも何回も当たり、まあ、昔の DDT でも踏み切りマッチというものをやり、まあ、何か印象深い選手が今チャンピオンということで、やはり何か縁のある選手だなと思っています。まあ、決まったので全力でぶつかりたいと思っています。まあ、最後に、チームドリフで解散して、まあ、このタイトルが決まったんですが、まあ、一つ、自分がさらなる上に行くために一つのターニングポイントだとこの試合が持ってますので、このベルトは絶対取りたいと思います。はい、それではチャンピオン佐藤光選手お願いします。第40代世界ジュニア王者の佐藤光です。今回 DDT の両国で世界ジュニアのベルトの防衛戦ができることを、本当に嬉しく思います。試合に当日になればまた気持ちも変わってくると思うんですが、今は考え深い気持ちでいっぱいです。先ほど高尾選手が縁というふうに言っていただきましたが、ドラマチックドリームチーム、夢のあるところに縁ありということだと思います。いつも、まあ、両国技館はよく訪れる会場なので、来るたびに思い出すのが、初めて両国国技館で DDT が興行をやると田中さんが発表し、不安の中、当時の DDT のメンバーの中、一生懸命頑張って実体のない興行に向かって一生懸命走ってきて、そしてやっとたどり着いた両国のダークマッチの第一試合だったこと、これは今でもよく思い出します。すごい興奮だったんですけど、やはりレスラーとしてどこか悔しかった、人
んなが浮かれてるから口にはできなかったけど、やっぱり本戦で試合がしたかった、そういう思いがやっぱここに来るたびに思い出されます。その後もよく何度も出させていただいたんですが、DDT ではシングルの試合をしたこともなかったですし、これは世界ジュニアのタイトルマッチはあるんですけども、佐藤光自身のドラマチックドリーム、その決勝だと思っております。一生懸命頑張ります。もちろん応援します。以上です。はい、それでは何か質問などございましたらお願いいたします。前哨戦を終えて改めて互いの印象を思うと思います。じゃあ、はい、DDT のビアガーデンの前哨戦やったんですけども、こうなんか自分のこうチームドリフトしていた頃やっぱなんか失ってたというか忘れてた昔のこうギラギラしたものというものをなんか思い出したというか、やっぱなんか試合にパートナーが負けてしまった時に自分じゃないけどパートナーが負けたっていう悔しさとかもありましたし、でやっぱなんか佐藤さんがやってみてなんか昔のギラギラしたものを思い出した気がします。はい、じゃあチャンピオンお願いします。DDT のファンの方は DDT の高尾選手しか見てないと思うんですけど、自分は北海道で一緒に巡業を回っていたこともありますし、そのいろんな高尾選手を知っているので、その割には今のそれ君本当に高尾さんまでやりたいことなのかなと思っている部分がいくつかありました。でも自分を目の前にしてもらったら、僕の知ってる、そうそう、こういう高尾さんまで試合やりたかったというのが出てきたんで、これはもう願ってもない、なんていうんですかね、自分のその思い描いたシチュエーションに一歩近づいたという気持ちです。ただ、勝つ手応えっていうのは挑戦者の気持ちの中にあると思うんですけど、なんか負けそうっていうのも今のところないんですよ。最近もちろんプロレスもそうなんですけど、総合の練習してても、それこそ、ね、趣味で麻雀やってても、パチンコやってても、なんか負ける気がしないんですよ。それはもうこの間の前哨戦も、まあ、もう一回前哨戦あるんで、そこでどう感じるかなと思うところがあるんですけど、でも負ける気はしないです。はい、他にはございませんでしょうか。高尾選手にお願いします。はい、さらに上に行くために世界ジュニアに出てほしい。やっぱり KOD みたいではなくて世界ジュニアに対してのこだわりがあったんですか。やっぱりもちろん KOD にやっぱそういうのがないってことはないんですけれども、今自分が欲しいと思ったのは世界ジュニアということで、今それに動いてそしてこの挑戦が決まったという。佐藤選手は、はい、高尾選手の世界ジュニアの思いとかありますか。というのを聞いているとチャンピオンにするとか思うことありますか。ぶっちゃけ全部欲しいですよ。はい、世界ジュニア戦だから世界ジュニアの出ようっていうのはなんとなく分かるんです。僕もそうなんですけど、挑戦できるなら全部挑戦したいし、勝ってもらえるんだったら全部欲しいなって思うのがプロレスなんですし、ただ一個一個のベルトに思い出もあると思うので。それでは続きまして KOD タッグ選手権試合の会見に入りたいと思います。はい、それでは挑戦者チーム、まずは宮本裕子選手、一言お願いいたします。はい、去年の年末に、都市スプルスで安島さんとスマイルヤンキーとして、組ませていただきました。この間、もうスマイルスカッシュの一員にもなったんで、もう堂々と、2人で組んで、ね、そしてこの東京でね、組むことも年末じゃないんで、そうね、はい、せっかくならね、まあ、何か起こしたいんでね、そのタックベルトをもちろん奪って、僕らの、ね、新しいチームっていうのをこう皆さんに知ってもらいたいなと思います。
では原島選手お願いします。はい、やっとスマイルヤンキーで東京で仕上げできるってことで、もう今すぐにでも、試合したいぐらい待ちきれないですね。早く両国大会で、試合がしたいです。はい、続いてチャンピオンチーム甲斐選手がちょっと使用により欠席となりますので、岡選手お願いします。はい、7月3日 TDT 博多スターレン大会で、私岡家甲斐とタッグを組んで KOD タッグのベルト取りました。そして8月28日 TDT 両国大会初防衛戦、これ絶対負けるわけにいきません。おい、スマイルヤンキー、おい、はい、どうすか、お前らは会話し、来れねえんだよ、会話なんでこれ、用事があって会話来れないんだ、お前んそんなことどうでもいいんだよ、スマイルヤンキー、お前らな、おい、俺は見てたぞ、お前ら、え、大晦日、お前ら負けてるよな、な、負けてるよな、一回な、俺たちは、俺たちタッグチームはな、勝率10割負けたことねえんだよ。だからな、8月28日絶対に絶対にこのベルト防衛するよ。そしておい、今年の DDT 両国大会、おい、え、世界で一番暑い夏な、暑い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 と言ったろ、おい、大岡健とは甲斐、この二人のバッコミスだろ、お前、今年両国だけじゃなくて世界で一番暑い、世界で一番暑いタッグチームが両国で試合に勝っては KOD タッグのベルトを防衛します。タッグチームってあるの一人しかいないじゃん。いやだから、おい、一人、ちょ、今日はだから用事があって来れない、用事があって来れないんだって言ってんだよ。なんだよ、用事があって来れないだけだよ、俺が一人で来てるけど。そうなんだよ。大丈夫ですか。はいはい、はい、それでは質問ございましたらお願いいたします。先ほどの勝率10割というふうに、はい、はい、何回組んだ。1回です1回組んでベルト取ったんですよ。ねえ、何笑ってんだよ、おい、おかしいか、おい、おい、ゼロ回だったらゼロ勝だろうが、おい、なゼロ割だろうが勝率、おい、1回やって1回勝つ10割、おい、素晴らしいことじゃねえか、おい、一回やって一回も勝てないやつだっていっぱいいるんだよ、おい、そんな中で俺らは一回やって、え、大勝利を挙げてベルトを取っている、おい、こんなすごいことあると思ってんのか、お前なあ、すごいことだ、これすごいことだろ、お前、おかしいか、何がおかしいか、お前、なんかおかしいこと言ってるか、こっちは、お前、なあ、いちいち声でかいっすね、いちいち声でかいとかじゃねえよ、お前、いいじゃねえか、お前、普通に説明できないのかなと思って。いやいや、普通に説明してよ、僕が説明してよ。いやだから、ゼロ回、あのゼロ回1回も組んでなくて、1回もなかった勝率ゼロ割だけど、ねえ、1回でも組んでそれで1回勝つことで勝率が10割になるわけじゃん、ねえ、それでタッグも取ってんだよ、ベルト、これすごいことじゃねえか、すごいことだろ、なあ、すごいこと、お前に聞いてんだよ、お前、なんで話しそらすんだよ、おかしいだろ、お前、チャレンジャーチームなんだ、チャレンジャーチーム、お前、なんで、ま、今日、曇りだな、今日、なんか、この後雨とか天気あるんですね、また雨、わんわんわん、なんで第一違うこと言ってんだよ、お前、なんおかしいだろ、お前、なんだよ、お前、え、はい、勝率10割だって、最初に勝率10割だって分かったっていうのをお聞きしたから、どうなの、はい、そうですね、ちょっと、どうなのどうなの、まあ、それは確率1勝、まあ、それは10割だけど、そうだ、10割、すごいだろ、それでいいんじゃないですか、いや、そうだね、数字の上では俺ら勝ってんだよ、だから数字の上ではね、数字の上だけじゃねえよ、お前、勝ってやる試合でよろしいですか。はい、何か他に質問ございましたらお願いいたします。まずは、チャレンジャーチームに前哨戦を終えて、まあ、そこを組むことはバラバラで戦ってみて、そういうふうにバッコミすることを思ったの。そうですね、あ僕戦ったんですよね、バッコミズ、はい、勝てます、はい、勝てるって確信しました。いやいや、もう勝てる、もうお前らが言う、お前らが思う分にいいよ、俺は勝てるから、俺は絶対負けない、
ですね、自分はですね、甲斐選手とは、数年前に対戦して以来、つい、横浜大会で1回対戦して、その後もう昔対戦したのとは全く印象が変わっていたので、また次当たるのも楽しみですね。どうしてもやっぱりこう試合以外の部分で、試合以外の部分というかこう場の空気を持っていく雰囲気があるんで、そこは注意して僕らのペースで、試合をしていけば、間違いなく勝てるかなと思います。はい、前哨戦を終えた感想を甲斐選手にお聞きしたいんですけど、甲斐選手とはおめえ何言ってんだお前、だから何か言ったら分かんねえお前、おいおい甲斐はなこれでいいんだよ、仕様でどうしても当てない仕様があってこれないんだよ、おいなんでも、なんでもお前、お前ら甲斐が来なくてな、お前甲斐が来なくて一番困ってんのはこの俺なんだよ、お前待ってるんですか、待ってる、心もさえ決まってんじゃねえか、タックのベルトが2つあるのになんで俺一人なんだよ、お前おかしいだろ、これお前心もさえ、なんで心もさえ決まってんだろ、お前、はい、タックなんだぞ、お前相手の対なんだぞ、お前今ここで襲われたら、これ2対1なんだぞ、お前そんな状況、怖くて怖くてしょうがねえけど、お前素直だな、あいつがこれでって言うんだったら、お前俺一人でもあいつのためにあいつのためにあいつのために俺は記者会見来るんだよなあ、挑戦者に逃げ出したとも思われたくねえんだ俺は、俺たちがベルト持ってんの俺たちが王者なんだよ、堂々としていたんだよお前、はい、なあ、ね、分かるか、はい、分かるか、分かります、分かるか、分かるか、分かります、分かるか、分かるか、なんで記者会見の今日大事な用事は甲斐選手はあるんだよ、お前なんでってお前先にお前記者会見やれよ、先に用事が入ってるの先の方優先するのお前人間だろお前、ねえ用事先に入ったか遅く入ったかでも全然違ってくるだろ、はい、ねそれが礼儀だろ、先の用事断るとか、はい、そういうのお前ダメだぞ、人間としてダメだろ、な人間としてダメなことやれっつうのか、なあ、はい、スマイルヤンキーはそんな極悪非道な人間なんですか、ねえ、わな一体勝率は何パーセントだ、100% だっつってんだろ、俺たちの勝率は 100% だろ、おい8月28日は大掛け海組バッコミスがお前一番世界で一番熱い試合をして絶対に勝つからお前ら応援しに来いよ、頑張れ俺、心細いんですか今お母さん、心細いんですか正直心細いです正直心細いです、でもねやるしかないって思ってるんですよね、俺一人でもやらなきゃいけない時ある、それは分かってる、でも両方が絶対来ますよ、はい、両方が絶対来ますから、分かりました、両方が絶対来ますから、いやいやそれは分かってます、両方が絶対来ますから、汗感も気持ち悪いじゃあ、タック選手権以上となります、どうぞお期待ください、お三方ありがとうございました、はい、ありがとうございました、関係あるだろう、それでは続きまして DDT エクストリーム級選手権試合の会見に入りたいと思います、はい、DDT エクストリーム級のベルト、このタイトルマッチなんですが、チャンピオンチームが自由にルールを設定できるという、特殊なタイトルとなっております、今回チャンピオンのリリコさんから渡瀬瑞希、そもそもこれ渡瀬コントラ渡瀬、負けた方は一切渡瀬に接触できないというルールで行われる試合なんですが、その渡瀬瑞希が試合に自由に介入できるルールでやらせてほしいという要望がありました、DDT の方でもそれを認めさせていただきますので、その上、ご了承のほどお願いいたします。それでは、挑戦者の男色 D の一言をお願いいたします。なんかもういいでしょ、
渡瀬、もういいのよ、あなた戻ってきなさいよ。知名度にぶら下がってるだけでしょ。もうはっきりこういう大舞台で言うしかないじゃない。今までなんかちょっとね、おいしいかなと思ってやってるんでしょ。そんなことないでしょ、もういいでしょ。何二人で笑う、気持ち悪い。だから私は渡瀬がゲイである。うそー、会見中に耳打ち、何してんの。いや、そもそもそのルールはいいわよ。なんでそっち側にいんのよ。まあいいわ、私はあのゲイだから。本当にあんた気づいてないだけよ、赤っ端かくだけよ。何この態度。まあいいわ、世の中ね、解散ブームだから、やっぱいい感じのところに解散していただいて、まあ、卒論も出していただくという、はい、私がちゃんとその卒論出させますんで、よろしくお願いいたします。はい、続いてチャンピオンのリュウコ選手、お願いいたします。何なの、分かってないよね。何がね、それで一緒に行って、どんどんもう私たちの愛は強く深くなって。そう思ってあんただけやな。もうお互いにとってのオンリーワンなので。全然理解できない。だってどう考えても釣り合い取れるわけないじゃない。あんたも若手芸人がもうなんであんたにくっつくかって言ったら知名度いらないじゃない。愛なのよ。愛なんですよ。なんであんたもちょっと、いやいやいや、ちょっと当てられてるの。いやいや、わかんないのかな、スウェーデンまで親にも会って、親に会うぐらいならいっぱいいますよ。そこから別れるのどんだけいるかっていう話ですよ。でもそのいろいろそこまでね、全部一個ずつ私たちがやってたことを別に報告する必要性って普通しないよね。わざわざ言う必要性、ね、わざわざ言う必要性は、もう今世界で一番熱いカップルがここにいるんだから負けるわけがない。まあいいわ、結局この試合でその動向が決まるわけでしょ。もう負けた方は今後一切この後とこんなこといいの。だって負けないもん。いいよね。はい、それでは、質問ございましたらお願いいたします。リーコ選手、まあ、今回のルールが私たちがこの手を合わせるということで、世界一熱いカップルにとっては、まあ、対戦の男子リーグという、まあ、キャリアのある選手なので、かなり、厳しいルールかなと思うんですが、その点に関しては、もう指一本ベタにならないというルールなので、みんな分かってないよね、愛の力で絶対勝ちます。はい、はい、他には、リーグ選手、まあ、今回のルール、まあ、チャンピオン側からされたのが、渡瀬選手の介入が自由だというルールで、今のこのラブラブストーリーを見ると、渡瀬選手は完全にリーコ選手の方で動くのかなと思うんですけど、そこで私ちょっと気になるんです、そのルール。渡瀬が自由に試合に介入できるってことは、ひょっとしたら試合中に私の味方する可能性もあるってことでしょ。なんでなんだろう、こっちが笑うのに。いやいやいや、いや、まあ可能性の話で言うと、まあなんかないんだろうけど、それでもルール的には、まあルール的には大丈夫ねえよ。あるわけねえだろ。いや、それは分かんないけど、こんなん言っときながら言うのは本当にここはゲイですから、ゲイですから、やっぱりこの大舞台でやっぱりこれ両親の呵責が、ね、知名度にぶら下がって、そういう恋愛やってたけどちょっとなみたいな気持ちになってこっちに来るかも。なんだから、なんだ、いやいやいや、ないだろう、ないよな。いやだってもう、あんた本当に顔見てちょっとできんの、あんたちゃんと恋愛できてんの。おい、本番も同じ光景見せてやるよ。
うお、え、会見ですか。会見中とかするの。じゃあ以上とさせていただきます。ありがとうございました。いや、でもお仕事ですよ。それでは挑戦者石川修司選手、一言お願いします。両国という最高の舞台で竹下を打ち潰して、自分が一番強い、一番弱くて強いということを証明したいなと思います。ではチャンピオン竹下選手お願いします。はい、今世界ではオリンピックが注目されていて、僕も毎日見てますけど、半分は日本人が勝って嬉しい、頑張ってほしいという気持ち、もう半分はやっぱ見てて悔しいというのが正直なところがあって、プロレスもうそれぐらい熱くて面白くて強いのに、なんでプロレス評価されないんだろう。僕がそのステージにプロレスを持っていきたいとずっと言ってるんですけど、今こう KOD のチャンピオン最年少でなったんですけど、これだけじゃまだ足りないんで、まだまだそのステージに持っていくには、まず両国のメインで石川修司選手相手に防衛して、初めてそのスタートラインを切れると思っています。なので潰されても壊されても、これは這い上がって這い上がって挑んでいきたいと、チャンピオンでもチャレンジャーの気持ちで挑んでいきたいと思っています。それでは質問ございましたらお願いいたします。前回の大会で決勝戦が組まれましたが、それを終えての印象、感想などをお伺いします。やっぱり DT の中では突出したスピードと力を持っているというのは対戦して分かっている。でも俺はいろんな段階で戦ってきて、それよりも強い攻撃、チョップでもクローズラインでもジャーマンでも、それを俺跳ね返して今までやってきたんで、それを28日勝利します。パワーとスピード、重さ、これが僕が今まで戦ってきた選手の中では、まあ、断トツで、これは前哨戦でもラリアット一発で首持っていかれて、本当意識が遠のくようなラリアットもらったんで、でもそのラリアットを両国では一発と言わず何発も食らうことになると思います。その覚悟はしてるんで、それでも僕が最後にベルトを腰に巻いて両国のリングの中心に立ちたいと思います。竹下選手は、両国のメインだけのビッグマッチ、はい、両国のメインを初めてチャンピオンとして上がるというのに関してどのような思いでいますか。もちろん両国が特別な大会だっていうのは分かってるんですけど、でも本当にこうベルトを巻いてからっていうのは本当にこうメインを任されることが多いので、その度に、まあ、DDT がプロレスが舐められないように戦ってくれるつもりなんで、だから僕はいつも通りプラスアルファの気持ちっていうのはありますけど、でも
いつもそういう気持ちで戦ってるんで、両国のメインだから特別にっていう部分はないです。石川選手はどうですか、チャンピオンの竹下もそうです、今で一手を背負ってそこの背負いですね。今チャンピオンとして戦っている竹下を自分はもちろん認めているし、まあ、逆に言えばその竹下を、まあ、他の選手は正面から潰せないと思うので、まあ、俺しかできないと思うので俺が正面から竹下をぶっ潰して、でこの両国というメインですけど、まあ、自分ができるのは自分ができる最高の戦いを見せるだけなんで、まあ、自分ができる最高の試合っていうのは、まあ、しばき合ってバチバチし合ってそういう戦いなんで、それをお客さんに見せたいなと思います。石川選手は、まあ、ダムネーションというユニットを今努力して、佐々木選手はダムネーションでベルト独占ということをおっしゃっていましたが、そういう部分に関してそうですね、シングルは、自分が両国でいただくんで、まあ、タッグは誰かに狙ってもらって、まあ、今回のタイトルが世界で一番熱い夏っていうなんで、試合で勝ってリングのど真ん中でカリスマにハグしてあげたいなと思います。勝利がある。